いらっしゃいませ。ご注文は。かしこまりました。以上だよ。かしこまり。以上でよろしい。ありがとう。動きを見せている。まだダメ。今動かれては対抗する術が。ブロム、分かっております。時間がないのでございましょう。簡潔に問題を申し上げます。わしのおらぬ間に火事場の炎が消えておりました。サイファーに使われるフォゾンの結晶は純粋であればあるほど威力を増します。フォゾンを純化するために鍛え直す必要があるのです。ですが足が折れるほど不意を踏んだところで我らの作る炎では魔石をどうすることもできますまい。ではどうすればいいの。原初の炎でなければなりません。その炎は世界ができる前から存在した炎で、炎の住民たちを生み出したこの世界で最も純粋な炎なのです。その炎は。さよう。炎の国にある。わしは炎の国も炎がどこにあるかもよくわかっております。少しばかり火事場の席を開けまするが、どうぞお許しください。待って、あなた一人では危険だわ。かといって大人数で炎を盗みに行くわけには。
にご注文。またのご用。Thank you.
れじゃ。あれが原初の炎じゃ。これでいい。誰もいないわ。ここが炎の王の宮殿なの？あ、傷を癒しておるんじゃよ。炎の王とお月の者はドロドロの溶岩の中で眠っておる。魔剣で負った傷は深いようじゃ。何、オズワルドが生きておるのか。おお、奇遇だな。ブロムではないか。お前は誰じゃ。このありさまでは分からぬのも無理かなの話。お前にサイファーを最初に作らせた王よ。なんと。その手の松明は原初の炎か。貴様わしにまた無断で魔石をいじろうとしておるな。藤の開いた頭だが、なんとか思い出したぞ。お前だ。支柱の火であった魔石の加工法をこともあろうにドワーフどもに広めた。いいですか、女王。逃げるんじゃ。あれは誰なの？なぜにこんな場所におられるのか知らんが、あれはわしが前にいた国のバレンタイン王の亡霊じゃ。あの御様子まともではない。かつての主君に礼もなしかね。お前を生かしておいたことを少なからず後悔しておる。道を開けなさい、バレンタイン王。わしの炉から作り出した石なぞ恐ろしくもないな。これはお前の魔石細工かね、ブロム。いいだろう。お前の最後にこちらも宝を披露しよう。竜の子供？王の冠をかぶった竜ですと？お前ならば知っておろう。この冠に満ちる力を我が魔力を受け継ぎ、原初の炎を食らって育つ竜よ。何ですと？さあ我が分身よ、炎の王の手勢がこのうちにこの者らを食ろうてしまえ。Thank you.
炎の国から原初の炎を持って帰ると、ブロムは早速火事場にこもりきりになった。いかにいたしましょう。急いで兵の志願を募りなさい。反抗作戦まで間がありません。ジーヤ、リリパットたちに舵を許し、武器と鎧を作らせます。魔王のドワーフたちに劣らぬ腕を見せよと伝えて。お任せあれ。聖騎士団ともう一度話し合いに行くわ。騎士団長に前触れを。陛下。ブローム、待っていたわ。出来上がったのね。わしの生涯で最高の出来です。家事の仕事を締めくくるに悔いのない一品ですじゃ。ブローム、お願いがございます。おいとまをいただけぬでしょうか。仕事の仕上げを見ずに去るのは誠に心苦しいのじゃが、わしが作った魔剣を持つオズワルドが生きておった。あやつの人生を狂わせたのはわしの責任。拒まれてもそばにいてやりたいのです。いいわ、彼を救ってあげて。武器の仕上がりは心配しないで。あなたの耳に入るよう私の勝利を大陸中に轟かせるわ。この老骨、重ね重ね頭が上がりません。さあ受け取ってくだされ。この魔弾を備えし石弓、勝手の名タスラを捨てて今の名はリブラムじゃ。古いドワーフの言葉でうがつ者の意味がある。この世界で唯一のサイファーを破るためのサイファーじゃ。